景色。死んだはずの貴様がなぜここに。これは今度は桃式か。実体ではなくただの映像だ。やはり大筒木影やか。ここが何のための場所かは分からんが、俺たちの地にやってきた大筒木どもだ。誰だこいつは。美獣か。この美獣リンネガンまで。誰か来る。奴が次元か。いや、十尾。あれが十尾だと。あの生徒はさっき見た大筒木の。想定していた以上の事態だ。一刻も早くナルトに知らせなければ。挨拶しに行く二人の器どもに。何なのこのマガマガしいチャクラは。カワキどうした。逃げ。ボルト、カーマがどんどん広がってるよ。やっぱりカワキに何かあったんだってばさ。急がねえと。カワキの解消を図るまでは想定内。本人が直接出現しただと。バカな。てめえが次元か。会いたかったぜ。何、引き分けのない子供を連れ戻しに来ただけだ。ボルトがいないようなのは少し残念だがね。待て、来るな。なんだこの国。あ、宣言。木の葉の上人とは。この葉丸。さて、反抗期の我が息子よ。帰るぞ。ねえなんてよ、親だなんて思ったことは一度もねえよ。私に逆らえないことは分かっているはずだ。クソッタレ。ほう、呆れたぞ。いい加減に目を覚ませ、カワキ。本当にお前のために行動しているのはこの私だ。おい、このハゲ。うん、お、七代目を侮辱してんじゃねえ。いつの間にここまで。おい、ナルト、おかげの名が泣くぜ。俺だけの力じゃこいつが外せねえんだ。大丈夫だ。少し待っててくれ。いいだろう。排除させてもらうぞ、渦巻きナルト。お前がどれだけ守れるか試してみるか。ここでやるつもりか。やめろ次元。あんたに従ってやるよ。いきなり何言ってんだ。今度はあんたでもただじゃ済まねえ。あんたを失うぐらいなら捕まった方がマシだ。カワキ、落ちへ行く。カワキ、組んでろよ。んなわけに行くか。家族を守るのがホカゲの務めだ。お前もその一人だ、カワキ。7体目。聞くに耐えんな。やめろ。ここ元いたところとは別の空間。お別れだ、渦巻きナルト。ここにお前を置いていく。待ち上がれサスケ。ウチハサスケ、ちょうどいい。お前ら二人ともどもここに留めておくか。大丈夫かナルト。ああ、助かったってばよ。うすらトンカチが。少しは気をつけろ。この後貴様をぶちのめせば急いで来た甲斐があったってもんだ。ここでな、遠慮なく大暴れできそうだしな。笑わせてくれる。どうしたのカワキ、何があったの。七代目が連れて行かれた。ナルト、少しだけ時間を稼いでくれ。なるほどな。能力自体はごく単純だ。おそらく奴は物質を小さくしている。そんだけか。だが強力だ。
この杭も刺されたことにすら気づかないほどの小ささだ。奴が突然姿を消したように見えたのも、実際は自分自身を小さくしていたんだ。今ここで先に葬るべきなのはお前の方だな、ウチハサスケ。来るぞ！あらわっ！前の右後方、足元だ！オダマン！ラテンガン！この状態でも術の吸収は可能だ。おかげでよ、小さくなったてめえの居場所は。こいつ、まずい。素早い動きだった。時空間移動で逃れたか。勉強になったよ。代わりに教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。ナルト、大筒木に十尾とくれば、この星のチャクラを吸い尽くそうとでも考えているんだろう。まあ要するに、何が何でもこの場で倒す必要がある、ヤバい野郎ってことさ。これがお前たちの本気というわけか。参考までに見せてもらおう。スサノオか、スピードは大したものではないようだ。リンネガメ、またこれかよ。ナルト、こいつ強すぎる。アマテラス、アマテラス、まあなんだろうと関係ないがな。いい表情だ。限界か、この器はもうダメだ。そろそろお開きだ。楽しかったぞ。なんだ？渦巻きナルト、手っ取り早く封印させてもらう。封印ってのはどういうわけだ？キュービごと殺すには骨が折れるとな。ウチハサスケ、お前は別だ。ここで死んでもらうぞ。サスケ、逃げろ！早く！倒す方法はあるはずだ。だがお前抜きでは、それも絶望的になるぞ。心配すんな。そうやすやすとやらせねえってばよ。死ぬな、ナルト。次会う時がお前の最後だ。覚えてろよ、そのセリフ。そっくりそのまま返してやっからよ。涙を流すとは情けないやつ。それでもこの大筒木一式の器か。まさか七代目。夢のチャクラが。随分派手に遊んだようだな、次元。満タンまで10日はかかるぞ。次元をここまで消耗させるなんて、やつら。カワキのやつはどうすんのよ。木の葉は無防備と言っていい。どこへ？肉体修復のためしばらくこもる。私の肉体修復が終わった時、邪魔のいなくなった木の葉から、それで全て終わりだ。